カットライン。俺の名前はヒロシ、青春真っ盛りの高校2年生です。ところが俺は今深刻な問題に見舞われています。それは一向に彼女ができないこと。もうすぐ受験で忙しくなるっていうのに、クラスの女子とデートもしたことがありません。そんな中、孤独な俺にさらなる試練が。ヒロシ、あんたはパパみたいになるんじゃないよ。何のこと？あの野郎、スナックのババアに貢いでやがったんだよ。ったく信じらんねえよ、腐った芋みたいな揚げ茶瓶がよ。ママ、パパのことをそんな風に言わないで。別れんのあんたが大学に行ってからにしてやる。でもあの野郎のせいで学費の方は厳しくなったよ。俺の進学資金使っちゃったの？そうだ、だからあんな風になるなっつんだよ。そこでママ調べたんだけどね、成績さえ良ければ奨学金の返済が免除になるんだって。そうなんだ。じゃあ頑張ります。待って、あんたちゃんと勉強してんのか？それなりには。笑い事じゃないんだよ。今度の期末試験、学年20位以内取りんな。じゃなきゃ進学はなしだ。ちょっと何言ってるかわからない。20位なんていくらなんでも無理だって。むしろ下から数えて20位ぐらいだわ。はあ、親の苦労も知らないでちんたらやってんじゃないよ。お前今日から毎日勉強だ。ちょっと勘弁してよママ、俺まだまだやりたいことがたくさんあるんだよ。彼女も欲しいしさ、デートもしたいしさ、青春したいしさ、それに彼女も欲しいし、彼女も作りたいし、彼女と付き合ってみたりもしてみたいんだよ。頭ん中そればっかじゃねえか。じゃあ聞くけどな、ヒロシ、そうやって彼女って言うけどな、お前は女の子にモテる努力をしてんのか？モテる努力ったって。ちった頭を使えよボンクラが。いいか、ママが特別に教えてやる。勉強できて彼女もできる最高の秘策をな。教えてください。超簡単なことだ。クラスで一番頭いい子に勉強を教えてもらうんだよ。なんだって、そんな厚かましいことできないって。目覚ませよお前、うちは家庭崩壊寸前なんだよ。ここであんたが腹くくらないでどうすんのさ。下心出すんじゃないぞ。その子に教えてもらいながら一生懸命勉強すんだよ。そうしたら向こうだってお前のこと好きになってくれるよ。そんなうまくいくかな。できるできないじゃねえ、やれ。はい。こうして俺はクラス一の優等生、花山セリカに弟子入りする任務を背負うことになったのです。しかしセリカはとても一筋縄にはいかない女の子でした。セリカ頼む、この俺に勉強を教えてくれ。何が知りたいの？全部。それお前では話にならない。いや千人かっつうの。頼むよ、次の期末で学年20位以内に入らないといけないんだ。知らないよ、勉強すれば。お前じゃなきゃダメなんだ。絶対勉強だけが目当てじゃないでしょ。当たり前でしょ、高校生活はあと1年ちょっとしかないんだよ。正直勉強なんて苦行でしかないけどさ、それを楽しい思い出に変えようよ。暑苦しい、どっか行って。どう諦めない。無理、これ以上話しかけないで。わかった、じゃあこうしよう、勉強を教えてもらう代わりに俺もセリカのために何かするよ。教えてくれ、きっと何でもする。近づかないで、こっちを向かないで、5分以上同じ空間にいないで、体触ったら殺す。あと私のものにも一切手を触れないで。セリカがハンカチを落としても拾わないで、絶対に。少し触っただけでも許さないから。なんてこと、パンなこと。わかったよ、簡単なことじゃないか。それが条件なんだな。いや条件っていうか、私本当に潔癖症だから人と接触するのとか嫌なの。それでもいい、勉強教えて。そんなに教えてほしいなら、せめて自分でどこが分かんないのか自覚しなよ。わかりました、師匠。あんたを弟子にとった覚えはない。そう、セリカはかなりの人間嫌い、才色兼備で成績優秀、一見何一つ欠点のないような女の子なのですが、周りの人に対しては分厚い壁を作っていました。そのためクラスメイトたちからも複雑な目を向けられていたのです。あいつ感じ悪いよな、いつも人を見下したような目しやがってさ。そんなことはないって、僕にはわかる。セリカさん、君の心の穴はきっとこの僕が埋めてみせる。矢口、出口、入り口、矢口。なんだよ。お前さては恋がたきだな。セリカは絶対渡さないからな。何を。二人ともやめときなって。確かに顔はちょっと整ってる方だけど、付き合ったら絶対いいことないよ。だって性格悪そうだもん。そうそう、
常に何か企んでるっつうか、きっと腹の中にどす黒いものがあるぜ。そうなのかな、僕にはそんな風には見えないけど。見事に騙されてるよそれ。あ、セリカ、やば、聞こえちゃったかな。本日は緊急ホームルームを開きます。このところ2年生は全体的に掃除をサボっている人が多いようで、特にトイレなどは誠にひどいありさまです。学校はみんなが使うところであるからして。先生、その話はこの前もしたじゃないですか。先生だってこんなことは何回も言いたくないであるからして、生徒の皆さんには今一度一丸となって掃除に取り組んでいただきたく。先生、うん、何かね。ラチ開かないんで当分私が掃除します。おお、そうかね。まあセリカなら任せておいて安心といえば安心だが、他にトイレ掃除を引き受けてくれる人はいないか。あ、じゃあ僕が。結構です。下手に手伝われると足手まといだから。セリカ、セリカ、そこで止まって。一歩でも近づいたら大声出すから。いや、俺の方が大声出してんね。なあ、他のやつがサボったツケをセリカが払うことないって。あんただって手あげなかったでしょ。まさかこうなるとは思わなかったから。俺手伝うよ。せめてその間だけでも何か勉強を教えて。やるんだったらあんた一人でやりなよ。とにかく私に構わないで。セリカ、追いかければ追いかけるほどセリカは遠のいていきました。このままでは青春も勉強もパーです。しかしそんなある日、ちょっと変わった事件が起きました。セリカ、セリカ、君はどうしてそうなんだい。俺はいつだって君のことを見つめているのに、手が届いたかと思うと蝶のように逃げてしまう。やっぱ見れば見るほど可愛いな。というわけであるからして、先ほどから使っている公式にのっとって。うん、なんかこの部屋臭くないか。思った。これ教室から匂ってんのか。なんか魚臭いんだよな、さっきから。おい、誰だよ魚持ってきたやつ。教室の中に魚が腐ったような匂いが漂っていました。しかも気づいてしまったからなのか、その匂いはちょっとずつきつくなっているように感じられました。うん、ん、俺は何気なくセリカをガン見していたため、その小さな変化に気がつきました。セリカはどこか罰が悪そうに周りの視線を伺っていたのです。まさかと思うけど、これひょっとして。てか待って、これ花山さんから匂ってない？何あの子、水槽でも泳いできたの？そう、俺は頭の中でこの匂いの発生源はセリカに何か関係があるんじゃないかと、そんな予感を覚えたのです。中には同じようにセリカを疑っている人もいるように見えました。そこで俺は一か八か賭けに出ました。あー、ちょっとちょっとと言いまって、これ俺だわ。はぁ、いや、実は昨日バイト先で魚の穴片付けてまして、あれのおかげでもう全身臭くて臭くて、思わずそのまんまシャワーも浴びずに寝ちゃいましたよ。思い出したら吐きそうになってきた。何やってんだよ。なんとかしたまえ。すいません、すいません、すいません、ちょっと校庭で体洗ってきます。あ、そうだ、この匂い嗅ぐと体調崩しちゃう人もいるんですよ。あ、もしかしてちょっと気持ち悪くなっちゃったとか、そういう人いたりする？すると、セリカが恐る恐る手を挙げました。いけない、セリカ、ちょっと保健室行こう。今すぐ吐きそう。あ、やばい。先生、俺とセリカのことは気にせず授業を進めちゃってください。それじゃあさようなら。その後、俺はとりあえず話の辻褄を合わせるために適当に頭から水をかぶって教室に戻りました。セリカはどさくさに紛れてそのまま早退したようです。おい、ヒロシ、魚臭えぞ。あー、まだ匂う、おかしいな。それからセリカは数日間学校に来ませんでした。そのおかげで俺はしばらくキラーフィッシュと呼ばれる羽目になりました。そして数日後。ヒロシ、ん、これ後で読んで、誰にも見られないで。手紙を開けてみると、放課後体育館裏に来てとだけ書いてありました。これはきっと告白されるに違いありません。ちゃったら彼女ができる。来たぜセリカ。誰にも見られてないですよね。もちろん。で、話って？はっきりさせておきたいの。もしかして気づいてる？君が俺に惚れてるってことにかい？いや、ない。ドーン。ふざけると怒るよ。この前気づいてたの？何に？わかんないならいい。このことじゃなかったらごめん。あの魚みたいな匂いのこと？うん、はっきりとは分からなかった。ただなんとなくどうにか連れ出さなきゃって思ったんだ。ありがとう。他に誰か私の噂してない？魚臭いのは俺だってことになってるよ。おかげでキラーフィッシュってあだ名ついちゃった。はぁ、あ、ついてないな。ヒロシ口軽いよね。まさか、秘密は守れる。好きな女の秘密ならなおさらな。私、子供の頃からよく魚臭いって言われるの。でも自分じゃ全然わかんないし、なるべく気をつけるようにはしてるけど、いつも誰かに臭いって思われてないか不安で仕方ないの。魚臭い、
そっか、それで人と距離を取るようになったんだ。それもある。お願い、このこと誰にも言わないで。笑いたいかもしれないけど、私本当に辛いの。みんなにバレたらもう学校来れないよ。誰にも言わないよ。約束したろ、俺で力になれることがあったら何だってするって。うん。ねえママ。何さ。もし俺が体重めちゃくちゃきつくなったらどうしたらいいかな。さあ、ネットで調べたらいいんじゃないかい。その手があったか。俺は母親の助言に導かれて、あの独特な匂いの原因についてネットで調べました。するとそれらしい病名が見つかったのです。トリメチルアミン尿症、通称魚臭症候群。これは何らかの原因で匂いの元になるトリメチルアミンを分解できず、体から腐った魚のような匂いを発する病気のようでした。しかし幸いなことに匂いをコントロールする方法はきちんと解明されていたのです。もしもし、セリカ。何よ、こんな時間に。親怒ってるからね。匂いの原因が分かった。もうほっといてよ。対処法も見つけた。そんなのもうとっくの昔からやってる。私のプライベートに次々入ってこないで。人を避けることじゃない。俺には分かる、セリカは人間嫌いなんかじゃない。本当はみんなのことが大好きなんだって。ふ、残念、嫌いです。特にあんたみたいに人の領域に土足で踏み込んでくるような男はね。違う、セリカはいつだってみんなのことを一番に考えてる。みんなの分まで自分一人で背負い込もうとしてる。私はただ足引っ張られるのが嫌なだけ。逆だろ、人に迷惑かけるのが怖かったんだろ。だから誰も自分に近づけないように、誰も手が届かないように、みんなよりもずっと前を生きていくことにした。いつもたった一人で。そうだろ。だったら何。みんなが待ってるよ、セリカと友達になりたくて。俺が架け橋になってみせる。だけど十何年もこんな生き方してきたんだよ。今さら取り返しなんかつくわけないじゃない。セリカなら大丈夫。今から大事なこと言うからしっかりメモして。俺はトリメチルアミン尿症について分かったことを全部話しました。どうやらセリカは両親から匂いは生まれつきの体質と言われていたため、治療が可能だという発想がなく、家族ぐるみで匂いをごまかすことだけを考えて生きてきたようでした。分かった、朝と昼ご飯だけ気をつければ大丈夫だから。あと念のため病院行って相談してね。やれるだけやってみる。それからおよそ2ヶ月後。おはよう。アイ、宿題やった？おはよう。英語だけはちょっと無理だった。私でよかったらノート見せようか。いいの？俺も。じゃあ二人ともこっち椅子持ってきて。はあ、こんなことと分かっていたら宿題なんかやらなかったのに。サリカさん、僕は今一度夢の努力を全て破り捨てる。だからどうか隣に置いてください。セリカは見事病気を抑え込み、堂々と人と接するようになりました。本当はもともと世話焼きで、人に喜ばれるのが大好きな性格だったんです。クラスメイトたちも最初はキョトンとしていましたが、今ではすっかり人気者です。帰ろうぜ。うん、ところで学年20位いけそう？20位どころかセリカより上狙ってるからね。あ、じゃあ教えるのやめようかな。あー、すいません、調子乗りました。冗談。ねえ、ん？手つないであげてもいいの？そうしよっか。こうして俺は無事かけがえのないパートナーを手に入れることができました。でも期末試験は130位でした。やりやがったよ。ごめん。最後までご覧いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ぜひ他の動画もチェックしてくださいね。それではまた次の動画でお会いしましょう。